令和5年11月12日ですが、ここはね、余市川の支流になると思いますが、そこに来てます。昨夜雪が降りました。まあ、今朝もね、小雪が舞ってますが、雪の降る中を釣りに入ります。そっからね、川がその前、そこの橋が見えてますので、ね、これ降りられないんで、ちょっと遠回りして入ってきてますが、ここ行けるかな。雪があってね、余分なものが見えないんですが、どこに入っていくんでしょうな。この橋のところですね。まあね、草が枯れて見通しはいい。これに行けるかな。まだ寒力が欲しいってほどでもない。まあだけど10センチ以上は積もった。寒力も乗っけとけばよかったなって感じ。人が見えないからね。いた通りね、これ滑り止めに。ここ行きましょう。このことができたかな。こういう時、鹿でも取ったところ、この空気の上やると滑っちゃう。ちょっと冷たい。あそこの岩のところでした。うわあ、ずいぶん。昔から変わっちゃってんな。流れも変わっちゃった。変わっちゃったな。この力はすごいね。こんなそこに出っ張った岩みたいのがあったんだけど、削り取らして。もうね、瓦みたいになってたけど、石がぐるぐるやって、洗い流されて。まあ、はっきり取り出した。うわ。ちょっとね、令和5年11月の12日ですが、ここは余市川の支流に来ています。水温は非常に多いですが、
見事はいないんで、うん、やっぱりね、雨、前日の雨、雪のせいだと思います、ね。昨夜、昨日から雪が降ってますが、今朝、雪が積もってます。まあ、そんなにたくさん積もってるわけで、10センチ程度かな、積もってますが、雪道を、ね、走ってください。まあ、高速道路はね、ほとんど雪にないって、車はたくさん通るんでね、溶けていなくなっちゃってますが、国道を今走ってきますから、ちょっと、滑るかなって感じがするぐらいの感じですね。ちょっと、私の後に入っちゃうとね、滑ったり。ここ、ずいぶん流れが変わりましたね。こっちの出っ張ってるところは、えぐられちゃった。本当が対岸になるんですよね、ちょっと渋谷。渋谷場所はわずかにない。上流から流す感じではないんですよね。まあ、そこの、ちょっと手前の、出っ張った手前のところ、渋谷ではあるんですけど、やっぱり、新宿が、ドラゴンにいる。あの場所がいれば、
中で読めたらもうちょっと読めたらおじいさん弱いからなって結構難しかった、うん、もうちょっとで分かりました。最後に出てなんかね、これはもう五匹目ですか、うん、五匹目です、うん、もう体がね、うん、そこを数えてる感じがして、うん、行く場所が住んでいて、飛んで、うん、行く場所があって厳しい。ビリビリのところで釣ってるからね、取られたらみんな軽い行きたいんですが、もう、勝ってるのに、ちょっと気にかかるだけで、で、風を倒して、気をついたり、気をつけましたので、今日はこれで終わりにします。